はいみなさんこんにちはアリスラボのマネージャージエゴです。今日はねあの皆様のためにこんな動画作ろうと思いましたけれどもえっ、ー、とこの 今回の動画がねあの、よくアレスの事件の中にある、えっと、イメージプロセッシングをしたいっていうニーズのために対応する動画になります。えっと、イメージプロセッシングということはね、えっと、いろいろができるだと思いますけれども、アレスの事件の中ではよくあるのは何かの面積、何かの、えー、サイズ、何かの長さとかを測りたいニーズに一番当てはまる動画になります。えっと、そのために、えっと、提案しているのはイメージプロセッシングをしたいというニーズのために対応する動画になります。 j っていうソフトウェアなんですけれども、この ImageJ はね、えっ、ー、と、無料でダウンロードできます。だから、まずどうやってダウンロードするのを説明します。えっと、普通に、えっと、ブラウザを開くと、ここで Google Chrome 使ってますけれども、ImageJ を打つと、えっと、ウェブサイトが出ます。この NIH っていうウェブサイトがね、ここでダウンロードというリンクがあって、そこから MacOS、 またあの、Windows 対応のファイルがありますのであの、適切なのを選んでダウンロードしてインストールしてください。無料です。で、インストールすると、こんなファイルが出てくるんですけれども、えっ、ー、と、こんな風なソフトウェアに見られます。えっ、ー、と、オープンすると、こんな画像、こんな画面が出るんですけれども、イメージでね、上にもメニューがあります。まずは、今回はね、このプレートの 面積ね、あのナトキンが増えてきた面積を測りたいと思いますなのでまずこの写真をオープンしますファイルからオープンでえっ、ー、とさっきのファイルを選択しますそうするとこんなふな画面が出てきますえっ、ー、とこれ出てきましたらまずはえっ、ー、とこれ白黒にしたいと思いますこの粒々を測りたいなのでコントラストでやりたいイメージからタイプ8ビットっていうオプションを選択します そうするとイメージが、えー、と白黒になります。次は、えー、と adjust threshold というところで、えっ、ー、と、境ね、そのコントラストの境を選択したいと思いまして、ここのルールで、あの、 手で調整しますね。手動になりますけれども、ちょっと誤差が入るだと思いますが、えっと、そんなに大きな誤差が入らないと予想します。も、えっともとの写真を比較しながらやるのはおすすめです。そうすると、本当になんか測りたいところを、えっと、どんどん染めてくるということができるだと思います。はい、これでいい。よければアプライを押して、もうトレッシュホールのウィンドウを閉めてください。はい、次は反応。 測定するエリアを選択しますけれども上のツールで適切なツール選んで今回は丸いツールでありますけれども、えっと、測りたいエリアの、えー、ところを選択しますこんな感じです選択しましたらあの測定ができるようになりますけれども次は上のアナライズあのメニューからアナライズパーティクルス というところに入ります。そこでサマライズというところだけが必要なのでそれを選択してください。OK をすると、こんな画面が出ます。この画面の一番右のところでパーセンテージエリアが出ます。それがどのぐらい染めているこの今回選択したところの何パーセントが染めてあるっていう パーーセンテージになります確認のためにちょっと外のところで白いところだけ選択するとあれゼロになっているかどうかという確認しています。ゼロになっていましたなのでえっ、ー、と前この前ねあの丸く選択してあのアナライズパーテコースというところであの測定したところはやっぱりあの黒いところが50何とかパーセントのところでありました。 ここでもも、回やってみますけれども、はい、今回の53%、53.6%が黒く染めているのでそれは全体的の,あのプレートの、えー、面積と考えられています。こんな感じで、えっと、どんな具合であのそのナトキンが増えてるといるう検討ができますのでぜひ使ってみてください。何か質問がありましたらアリスラーブに来てください。よろしくお願いします。